その日、ヴィッセル神戸のスタジアムは何もかもが普段とは違っていた。スタンドにはサポーターが溢れ、いつもの何倍もの声援が飛び交っていた。イニエスタ選手の退団試合、最後の試合だ。それが彼のために集まった人々の思いだ。試合開始前、ピッチに現れたのは一人のマスコット。その特徴的な形状、まるでイニエスタ選手そっくりだ。マスコットは観客たちに手を振りながらピッチを歩き回り、大きな笑いを取った。そしていつものように試合は始まった。しかしこの試合、何かが違った。それはイニエスタ選手だ。いつもよりも一層フィールド上での動きが活発だ。彼のパスは繊細で美しく、チームメイトとの絶妙な連携は観客を驚かせ、歓声を上げさせた。試合終了間近、スコアは 1-1。 イニエスタ選手は最後の試合で決勝点を挙げたいという強い願いを胸にボールを追い続けた。そして試合終了のホイッスルが鳴る直前、彼はびっくりマークを見つけた。それは前半に出てきたマスコットがまだピッチの端にいたからだ。それはただ座って見ていただけではなく、まるで本物のイニエスタ選手のようにパスを待っているかのようだった。イニエスタ選手は迷わずマスコットにパスを出した。そして驚くことに、そのマスコットはパスを受け取りゴールへと走り出した。観客たちは息を呑み、驚きの声を上げた。ゴール前でマスコットはゴールキーパーと1対1になった。そしてまるでイニエスタ選手のように華麗なフェイントでゴールキーパーをかわし、ボールをゴールに流し込んだ。その瞬間、スタジアムは大歓声に包まれた。試合後のセレモニーでマスコットの頭部を取り外すと、中から出てきたのは本物のイニエスタ選手だった。観客たちは驚きと喜びで大声を上げた。ピッチ上でプレーしていたのはイニエスタ選手の弟だったのだ。イニエスタ選手はマイクを取り、この試合、僕がどこでプレーしていたか、皆さん気づきましたか？と聞くと、スタジアム全体が笑いに包まれた。そして、退団試合で弟と一緒にプレーすることができ、本当に幸せです。サポーターの皆さん、チームメイト、ありがとう。と感謝の言葉を述べた。そして最後に彼は、でも、僕の弟、実はサッカーは初めてだったんですよと言い放った。その瞬間、スタジアム全体が爆笑に包まれ、その笑い声は遥か彼方まで響き渡った。それが、イニエスタ選手のヴィッセル神戸での最後の試合、そして、最後のパンチラインだった。